何を願う、あなたは何を願う。いろんな願いがありますね。小さな夢も大きな夢も口に出した方が叶うというから、今日は可愛い女の子たちの夢を歌にして、少しでも叶うように歌うから、聞いてね、きっと叶うように。彼女の夢、テレビに出たい、テレビに出たい、綺麗でかっこいい女優さんになってテレビに出たい、かっこいい俳優さんとドラマや映画に出て人に感動を与える人になりたい。社長になりたい、社長になりたい、保険会社の社長になりたい、従業員いっぱいのお客様満足度ナンバーワンの保険会社の社長になりたい。大人になると夢見てたことも忘れてしまったりするけど、私もいつも小さな小さな夢を持って歌っているんだ。本当に小さくてちっぽけでどうしようもないこの夢、バカになりたい。今も十分こんなにバカだけど、もっともっともっとバカになって、ただ笑って歌っているバカになりたい。だってうまくいかない時はいつもなんだかとても求めている。どうすればうまくやれるんだろう、どうすれば好かれるだろうって、そんなことって本当はどうでもいいことじゃないのかな。本当はただ好きで夢見てバカになって、バカになりたい。ありがとうございます。ありがとうございます。